ジン・オブ・ザ・イヤー受賞、特別なレガシー登場。見つからない車、アイサイトはこの2つのカメラで常に前方を見ています。どこまで捉えてる。障害物との距離を認識し、万が一の時に自動。こちらのコーナーなんですけども、アイサイトって言いまして、ここにカメラが2つくっついてるんですね、はい、でこの2つのカメラで前を監視していろんなことをしてくれるシステムです、はい、で今回はその中の機能の1つのプリクラッシュブレーキというのを体感していただきます、はい、で CM なんかでご覧になったことあるでしょうか。あります、ね、手前で止まったりするやつですね、はい、でそれを実際にやりますので、最後に機械的なラフなブレーキが1回かかります、はい、ですのでちょっとだけ気持ちの中で構えていてください、はいはい、じゃあもう少ししたら。はい、それでは行きます、はい、これでアクセルブレーキ使ってない惰性の状態です、はい、行きます。こんな感じですね、はい、であちらのスタッフがこんなことやってますけど、要は車とクッションなんてこれくらい隙間が空いてますよっていうことですね、はいはい、で今本当に最後の最後にブレーキかかりましたよね、はい、これギリギリのタイミングでブレーキがかかります、はい、というのはですね、ドライバーになるべく手出ししないように、はい、ドライバーの意思を優先して最後の最後、本当にこの人は止まりきれないなっていう状態になった時、緊急でかかるブレーキだと思っててください、はいはいはい、それでは行きます、はいはい、これでアクセルブレーキ踏んでない状態、惰性の状態です、はい、こんな感じですね、はいはい、でまたあちらのスタッフこんなことやってますけど、はい、これくらい間が空いてるってことですね、はい、で、このシステムですね、皆さんにはですね、30キロ以下であれば止まることができるっていうふうにお伝えしています、はい、この30キロっていうのは、相対スピードですので、例えば前の車が30キロで走っていたときは、はい、後ろの車60キロまでは止まりきれることができるよっていうことになります、はいはい、で、例えば40キロ、50キロってなってくると、はい、今度はぶつからないというところから、衝突を軽減してくれるという形になります、はいはい、ですので必ず安全な方向にドライバーを支援してくれるシステムの一つと言えることができます、はいはいはい、よろしいでしょうか。はい、すみません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうでした今のアイサイト。思ったよりもブレーキの効きが鋭くて車間距離を維持したら、こういうのがあったらいいと思いますか。着いたら全車着いたら交通事故も減ると思います。ペダルを踏まずにハンドル操作が、はい、ありがとうございます、はい。